楽しみながら体とか心とかが良くなるようになればいいなっていうことで、まあ子供に限らず高齢の方に対しても私たちは乗馬療育っていうような言葉で活動しています。癒されたい、体をきれいに見せたい、誰かと楽しみたい、皆さんはそう思ったことはありますか？そんな人におすすめしたいことがあります。浦河町のホースセラピーです。ホースセラピーとは何をするのでしょう？私たちは浦河町で乗馬療育っていう言い方で、障害のある方ですとか高齢の方の介護予防のための乗馬っていうのをしています、まあ、一般の方の乗馬とは違って何らかのサポートが必要な方の乗馬っていうことですね、はい、馬に乗る理由は姿勢を良くしたい、癒されたいなど人それぞれです。子どもたちは最初嫌がることはありますが、乗っていくうちに楽しくなっていきます。どうしても気持ち的にちょっと外に出づらいなと思ったりとか、他の方と一緒に遊んだりとか何かをすると迷惑かけちゃうんじゃないかなと思って、ちょっと後ろ向きになっちゃう部分もあったんですけれどもね、こういうところに来てですね、もういろんな方と、ね、今もニコニコしながら遊んでる姿見てると、やはりね、まあ、これから の彼女の将来自立のことも考えても、とってもいい経験なのかなとは本当思いますね。ありがとうございます。70代から90代の高齢の方々もホースセラピーに通っています。爽快感が味わえる、馬の視線に慣れて楽しいと笑顔で乗馬を楽しんでいました。まあ姿勢正しくなるしさ、それからなんていうのバランスも取れるし、この馬の高さで目線がねぐっと上上がるからね、だいぶいいですよ、楽しいし、うん、年いってからやると体が硬くなってるでしょ。だからこう馬に乗ってすいてこう馬にね動きを任せて乗ってると、すごく後が体が楽になる、気持ちいいくなるよ。介護センターに大体もう10年ぐらい通ってからここに乗ったんですけども、もうこんな幸せなのね、初めて、うん、ちょっと普通の人だったら乗れないよ、うん、だから僕たちは本当巡られてるなと思ったね。馬に乗ることで姿勢が良くなり会話も増えます。馬に乗る人みんなが元気になれる、そんな活動だと感じました。今年7月、浦河町 NPO 法人ピスカリ帯広畜産大学の間で連携協定が結ばれました。狙いはホースセラピーの技術・知識の向上です。9月には大学から浦河町へ実習生が訪れました。そうですね、まあ、自分たちの活動内容とは全然、まあ、やっぱりレベルといいますかクオリティが全然違うので、もうなんかどこをどう自分の中に吸収していいかわからないぐらいいっぱい学ぶことが多かったので、本当に実りのある実習研修だったと思います。圧倒的な情報量と技術的な面、練習一つ、馬の引き方一つ、サイドの付け方一つにしろ、そういったものを自分たちのサークル内で自分たちが特に関わっている子どもたちのためにどう適応した形として還元できるかっていうところが一番の今回の課題だと思っていますので、大学に戻ってみんなで話し合ってより良いものを作れたらなと思っております。楽しんでいる中で身体的にいい効果がある、本当に体がいいから来てるっていうだけじゃなくて楽しみとして来てる。触れ合い、話をする、綺麗に見せ楽しく乗る、そんな癒しを与えてくれる人ではないセラピストに会いに来ませんか？